ここ去年の10月26ですね、10月にできたばっかりで1年経ったばっかりです。80人生徒2年生から6年生までいたんですが、もう事前にやっぱり準備をいろいろしてたので、あの先生の指示のもと、ここから1キロ先の西にある大平山に避難して全員無事でした。ここはこう1階全部津波になって 15.5 メートルなので、2階の天井、2階の床下まで水が来たということを見てもらえば分かると思います。10日後くらいに卒業式が控えてまして、祝おめでとうというのが体育館に今も残ってますので見てください。初めて見ると衝撃的なことがあるのかなと思うんですけど、実際見てみていかがでしたか？壁とかもほとんどなくって、想像してたのよりも倍ぐらい違ってすごく衝撃的でした。この津波とか地震があった時はちゃんと避難訓練してたから逃げれたわけじゃないですか、うん、津波が起きた時のイメージを持つっていうのはやっぱ大切かなって思いました。3時37分頃には東京電力福島第一原子力発電所にも津波が到達してしまいました。当館では原子力発電所付近の津波の高さを約13メートルと捉えています。本来この原発を建てた土地というのは35メートル以上の山が海まで迫って断崖絶壁だった、こういった土地だったんです。ここをですね、建設当時はわずか3メートル程度の津波を想定したそうです。硬い岩盤を目指して削って削って10メートルまで削って作ってしまったのが原子力発電所。そこにやってきたのが巨大な津波、浸水しまして原発が大変なことになります。双葉郡にあった高等学校というのは5つあったんですけれども、これら高校は全て現在は休校ということになっております。つまり私の母校は現在生徒を募集をしていない。17年の4月に一望を除いて帰ってもいいよという町になったということなので、富岡に住んでいる人口どのぐらいあるかということなんです。なんと2077名になります。いや2000人も戻ったのかというふうに数字的にはね見がちなんですが、現実は元に住んでいた人たちはあまり戻ってきてないというのが現実なんですね。映像資料とかも非常に多く、そしてガイドの方々がしてくださった解説も非常に分かりやすくて、この伝承館を実際に訪れることができて非常に良かったなというふうに感じています。自宅でこう調べて学習するっていうだけではやはりその伝わってこないこと、分からないことがたくさんあるなというふうに感じました。原発の恐ろしさだったり、住民たちがどれほど今もなお苦しい生活を強いられてきているってことがすごく身に染みたような気がしました。まさかね、私自身も11年前の事故が起こるなんて正直思ってませんでした。私2011年の3月の20日に来て、今でもずっと福島に住んで、まあ、11年間福島に暮らしながら、この仕事をしていますけど、第一原発の現場を見せて説明するのが一番やっぱり伝わるわけですよね。処理水をね、来年の春ごろに海洋放出するっていう話がねあるわけですけど、今一般の方を第一原発にお連れして、第一原発の廃炉とか処理水のことについて、まあ、学んでもらっています。一回も見たことないとなかなかね、言葉だけで説明されても分かんないと思うんですよね。なので5号機の原子炉建屋の中に連れてったりとか、処理水を見せながら説明をしていると、こういう活動もしています。この浜通り地域には復興に頑張っているかっこいい大人たちがねいっぱいいる地域なんですよ。前向きな人たちが頑張っている地域でもあるわけですね。それをまた見に来てほしいと思います。来る前と来た後では全然こう捉え方って違います？そうですね、実際に来てみて復興に携わっている人が大勢いて、いろいろな事業が展開されているっていうこともここに来て初めて知ることができたんで、やっぱり来てよかったなとすごく思います。私も新聞とかそういうのを作って、その人の目に留まるような文章とかを書いて、いろんな人に見てもらえるように自分たちで工夫しながら発信したいです。沖縄にいるだけではわからない新しいことが知れました。もっと福島で頑張っている人たちがいるんだっていうことを知らないといけないなって思いました。まずは自分がまず知識をしっかりと
知って蓄えて首里校で講演会をしたいです。もっと今まで以上に相手のことを考えるのが復興とかに大切だと思いました。沖縄でできることを考えたら、今日知ったことをみんなに広めて知りたい、調べたいって思ってる人を増やそうと思いました。